スローエンジェルダイアリー、スローエンジェルクリスマスの時、パート2。パート2はここから始まります。森の中を歩いています。クリスマスツリーが雪の景色にとっても映えますね。橋がありますね。渡ってみましょう。あら、お家があります。どなたのお家かした？誰かの家に着いたようです。ヘンゼルとグレーテルって書いていますね。ちょっと覗いてみましょう。あら、かわいいペンギンさんが出迎えてくれました。ここにはペンギンさんとクマさんがいます。ヘンゼルとグレーテルのお家なのでしょうか。2階に上がっていました。お菓子の家のようですね。かわいい。こんなお部屋にいると癒されそう。スローエンジェルお疲れ気味。1階に降りていくと、ペンギンさんにダンスを誘われました。スローエンジェルはまた歩き始めました。今度はどこに行くのでしょうか。森の中に来ています。こんな夜にスローエンジェルは何をしているのでしょうか。少し歩いていくと何か見えてきました。スローエンジェルについていきましょう。お月様がとっても綺麗ですね。クリスマスツリーもたくさんありますね。ジンジャーブレッド、クリスマスツリー、スノーマン、クマさんたち、プレゼントもやります。どうやらクリスマスの季節に来たようです。大きなクリスマスツリーが見えてきました。スローエンジェルはクマさんとお話をしているようです。それにしても大きなクマさんです。あら、スローエンジェルはクマさんの膝の上に座っているようです。クリスマスの仲間たちがバイバイって手を振ってくれています。またクリスマスの時期に会いましょうね。パート2はここまで。パート3もお楽しみに。